久保さん。いや、久保さんの40代って、マトリックスっすね。高次元じゃないですか。確かに。40からネットビジネス始めて、49っすか。もうあれですね。9年か。久保さんと出会ってたから9年ですよね。超早くないですか。僕、昨日のことのように、あの久保さんのコメント読み上げてるのを、思い出せるっていう。 何なんですかねめちゃくちゃ9年早かったけども昨日のことのように思い出せるっていう。恋っすね。恋。恋から思い出せるっていうね。うん。そう。まあ、久保さんが言ってた通り僕も、まあ苦痛から今逃れるというよりかは僕は今、安定っすかね。うん。あ、そうそう。昨日、 あの僕の塾生さんからね、メッセージ来まして、まあ今、あやさんのね、商品売ってるんですよ。まああやさん、久保さんとこ行ったと思うんですけど、行ったことがあると思うんですけど。で、まあその、まあお合わせが来まして、まあお合わせの中にね、こんなことが書いてあったんですけど、まあ僕の商品じゃないわけですよ。なんで、なんかその、あの、吉谷さんじゃないのかみたいな、そう思われてるかもしれないけれども、みたいな、そ,そんなね、 要はその、あやさんの商品買うのかと。吉谷さんについていくんじゃないのか。きっと吉谷さんはそう思ってるでしょう、みたいな。思ってるかもしれません、みたいなね。な書いてあったんですけど。まあ動画でレースしたんですけど。あのー、1ミリも持ってないですね。<laughs> あのー、僕はその、なんだろうな。 お客さんに結果が、お客さんの結果が出ればいいし、お客さんに人生変わればいいんですよ。単純に。で、なんだろうな、僕がやることは単純に目の前にあるものをしっかり商品セールスしていくっていう、なんだろうな、なんだろうな、うーん、なんかうまく伝えられないんですけど、昔はなんだろうな、あの、やっぱく、ね、借金か、はい、返さないといけないとか、いろんな問題、お金の問題ですよね。 まあ今もお金の問題はずっと死ぬまでお金の問題はねまあ5億円ぐらい稼がないとお金の問題はずっと消えないと思いますけどまあまああのー、だ,だいぶその緩やかになってきたかなっていうところでなんか今はもうその人に売れなかっその人が買わなかったとしても買う人に売ればいいので前までは、まあ、みんな買ってくれというか買わないと売り上げ上がんないし なんかね、ゆとりができましたよね。いや、別に僕の商品買わない人には他の商品売ればいいだろうし、他の商品売れなかったら僕の商品売ればいいだろうし、僕の商品も買わない、他の人の商品も買わない。でも、あの、何かあ僕の動画を通してね、何か人生変わればいいだろうし、なんだろうな。どちらでもいいって話ですよね。うん。あなたが去っていても新規を獲得すればいいだろうし、あなたが買わなくても、 あなた以外の人に商品売ればいいしなんかやっぱこの5年僕ど独立してもガーやってきてねうんなんかやっぱ昔とちょっと変わったなと思いますねうん猿本当に猿の猿のを一切追わず来るもの拒まず買う買わない拒まずとにかく目の前のことに集中する っていうなんか習慣というか、なんかそういうマインドセットというか、とにかく、一日一集中みたいなね。うん。目の前にあることに没頭するっていう。うん。多分ね、結局その積み上げだと思うんですよね。目の前にあることを没頭するっていう。まあ、アーシアンのね、久保さんがアーシアンの話してくれて、まあ良かったなと思うんですけど。うん。 それが最強じゃないですかね。目の前のことに、まあもう全集中していく、没頭していくっていうのが。うーん。だから、一秒一秒生きるっていう。一秒一秒生きるっていいですね。いいんじゃないかな。タイトルコインしましょうか。一秒一秒生きるっていう。うん。まあ、その積み上げですから。ただ、一秒一秒生きるっていうのを横展開すると、 まあさっき9年早かったね、でも濃かったねって話したんですけど、1秒1秒生きてると、その1秒が濃くなるのでだからそ、なんだろうな、うーん、時間は経過してるんだけども、濃いから、昨日のことのように思い出せるっていう。まあ、記憶が鮮明ですよね。うん。本当にね、鮮明ですね。うん。 いや20時間ライブなんかやらないですからね、みんなね。<laughs> 濃いっすね。うん、だから僕も、あ、僕38か37の誕生日に20時間ライブ単独でやったんですけど、死にましたね。そうだ。僕誕生日の日にやったな。2、3年前にやったんですよ、20時間ライブ。単独で。死にました。もうやらないですけど。うん 東京にいたときもね、なんかゲスト呼んで20時間ライブやったんですけど、うん、濃いっすね。久保さん、濃いっすね。やっぱ一秒一秒生きてると濃いなでもいい人生だと思いますね。生きてる。今、ようやくなんか僕は生きてる感がありますね。ここに、ここの境地に立って。うん。一秒一秒生きる。うん なんかすごいすごくうんいいっすね <laughs> ちょっと寝を朝起きたばっかなんでねあれなんですけど <laughs> でもまた10年後 久保さん59っすね、みたいなね、言ってるますよね。早っすね、久保さん59っすかみたいな。<laughs> 10年後。僕49か、その時。どうなるんですかね、10年後。楽しみですね。い <laughs> ってらっしゃい。